今日の舞台はルサイルスタジアムです。試合開始を前にスタジアム全体がサポーターの熱気に包まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。上に進めるのは4チームだけです。 FIFA ワールドカップ準々決勝のこの一戦、スペインがフランスと対戦します。ベスト8ともなると残ったのはさすがといったチームばかりですね。準決勝への進出をかけた戦いはますます面白くなりそうです。ブスケツ、カルバハル、コケ、アルバロ・モラタ、ここでなんとかボールに寄せてきました。コケ、ブスケス、ボールを回して攻撃の機会を伺っています。ここから先の出しどころに苦労している様子です。ひとまず前に出しました。アルバロ・モラタ、パブロ・サラビア、シュートを打った、入れば1点リード、ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。蹴った選手は自分のところに来るとは思っていなかったのかもしれませんね。とっさに反応した割にはいいボレーでした。さてフランスボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。綺麗なタックルです。素晴らしいタックルです。パブロ・サラビア、モラタ、ここで取り返します。いいタックルでした。アルバロ・モラタ、パブロ・サラビア、ブスケッツ、ペドリ、入るか、決まった。さらに追加点、スペインがスコアを2点差としました。囲まれていたのに慌てませんね。フィジカルに相当自信があるんでしょう。しっかりとフィニッシュまで持っていきました。ベンゼマ、レフェリーがフランスのフリーキックを指示しました。アントワーヌ・グリーズマン、アドバンテージを取っています。スペインの攻撃が続く。ボールを保持できません。アルバロ・モラタ、テオ・エルナンデス、続きます。プレー続行、大丈夫か。しかしスペインがプレーを続けます。ベンゼマにチャンスです。ゴール前の選手がボールに触れたところでオフサイドの判定です。足が止まっていたところにボールが来てしまったようですね。もう少し後ろにいたらチャンスになっていたかもしれません。ここで前半終了、ハーフタイムです。後半のキックオフです。スコアを見れば分かるようにフランスはかなりの苦戦も強いられています。これ以上の失点は許されないでしょう。さあフランスが仕掛けていこうかという場面、1点返せるか。さあこれで1点差です。流れに乗って同点、逆転も狙います。あの距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。あそこで打たれた時点で勝負ありでした。さあ試合再開です。1点差に追いついたフランス、さらに選手たちの規制が上がってきたようです。エメリック・ラポルト、セルジオ・ブスケス、エリック・ガルシア、カルバハル、コケ、ペドリ、フェラントーレス・ガルシア、さあペドリア、エリック・ガルシア、カルバハル、コケ、アルバロ・モラタ、ペドリ、
これはナイスインターセプトです。アントワーヌ・グリーズマン、ここはうまくボールを取りました。ブスケス、アルバロ・モラタ、スペインのコーナーキックです。ここは追加点を挙げるチャンス。スペインが選手を交代します。さあ時間のない中、フランスに同点のチャンス。これはチャンスだ。決まるかと思いましたが、見事なタックルでした。ボールを奪った。いいタックルでした。アントワーヌ・グリーズマン。試合終了のホイッスル。この一戦に勝利したスペインが次のラウンドに進出しました。いやー、見応えのあるゲームでしたね。